な4年ぐらいで売らなきゃいけないぐらい資金が詰まってるんじゃないのって。アップルだってフェイスブックだって今、ね、テック企業と言われてるのはこの金利が上がってる時にガーッと、このニュースを見ると人員削減しなきゃいけないぐらいちょっとソフトバンク大変なのみたいな、人員削減の方よりもやっぱりみずほ銀行など主要10行からの借り入れを2割以上減ったって、こっちの方でしょ、まあ、いらない人間を切ったとは、まあ、そもそもソフトバンクって、はい、なんでソフトバンクっていうか知ってる？皆さんこんにちは。2024年2月24日本日の動画は注目のテーマであるソフトバンクグループの最新の動向についてお伝えします。近年ソフトバンクグループは大きな変革を遂げています。その一環としてスリム化が進められ人員削減や銀行借り入れの縮小が行われています。具体的にはビジョンファンド事業に関わる人員数の減少やアーム事業の規模の縮小が報告されています。さらに前期の決算においてはビジョンファンド事業の巨額損失が示され赤字となったことが明らかになりました。この結果グループ全体の経営状況に影響を与える可能性が指摘されています。一方でアーム事業の売却に関する経緯やソフトバンクグループの時価総額の上昇についても注目されています。しかし投資先の時価総額の下落や借り入れの増加によるリスクについても議論があります。このような動向を踏まえてソフトバンクグループの経営状況や投資戦略の変化について詳細に解説していきます。また市場環境や投資リスクに関する考察も含め深い洞察を提供することで皆さんの理解を深めるお手伝いができればと思います。ソフトバンクグループのビジネスモデルや投資戦略についてさらに詳しく掘り下げている様子を一緒に見ていきましょう。それではご覧ください。皆さんこんにちは。政経弁論 TV をお届けします。私は司会進行を務めますフリーアナウンサーの新保智恵です。どうぞよろしくお願いいたします。この政経弁論 TV は雑誌経済界元編集長の佐藤貴則さんと大王製紙元会長の井川元孝さんがビジネスニュースの表と裏についてひたすら言いたいことを言うビジネス情報番組です。本日もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ本日取り上げるのはソフトバンクグループということで、まあ、まずちょっとあの記事をご紹介しようと思うんですけれども、ブルームバーグ5月29日付の記事ですね。ソフトバンクグループがスリム化、投資事業で人員削減、銀行借り入れも縮小ということなんですが、ソフトバンクグループがスリム化しています。持ち株会社における投資やビジョンファンド事業に携わる従業員数が2割以上減少したほか、みずほ銀行など主要銀行10社からの借り入れも2割以上減りました。これはソフトバンクグループが5月29日に開示した定時株主総会の招集通知資料で明らかになりました。総会資料によりますと、ソフトバンクグループ内で投資事業に携わる社員数は3月31日現在で前年の同じ時期と比べて 21% 減の316人に、ビジョンファンドSVF 事業ではこちらも前年の同じ時期と比べて 25% 減の349人になりました。またアメリカ市場で上場を計画するアーム事業は1年前からおよそ 4% 減の5761人に縮小しました。ソフトバンクグループの前期の決算はビジョンファンド事業で巨額の損失を計上したことを主な要因に2年連続の赤字となりました。前期の純損益は9701億円の赤字で、ビジョンファンド1号2号ラテンアメリカファンド事業の損益税引き前利益は4兆3083億円の赤字だったというニュースなんですけれども、これ私ちょっと読んでてわからないことがたくさん出てきてしまって、まずこのビジョンファンドっていうのは何かこう特別なものっていうよりはそのビジョンファンドっていう名前ってことでいいんですか？ソフトバンクビジョンファンド、はい、名前ってことですか？そうです、そうです。まあファンドになんかなんたらなんたら1号なんたら2号とかいろいろこうやってついてる中、はい、まあ、ソフトバンクがやっている投資事業こう大きなファンドをやってますよっていうのが単なるビジョンっていう名前ビジョンって名前ってことですね。あとこのアーム事業っていうのはものですか？アームってイギリスの半導体の会社で、半導体の設計会社で、はい、いろんな、まあ、半導体いろんなもの使われてるんだけど、その携帯に使われる半導体とかこれからこう伸びていくだろうというその設計、アーム何割ぐらい持ってる？結構かなりのそこの世界シェアを持っている、イギリスの会社で、それをビジョンファンドが
3兆2千億ぐらいで確か買ったんですよ。でそれを NVIDIA と合併をしようとしたんだけれども結局合併じゃなくてその売ろうと思ったんだけど、うん、あれアメリカの規制当局かアメリカに認めてもらえなかったのかな、その独禁法か何か で結局売れなかったんですよ、NVIDIA、だからそのもう今回は、それをナスダックに上場すると言って投資金を回収しようと。NVIDIA に売ろうとしたのは4兆数千億ぐらいの、まあ1兆円ぐらい儲かるんだけど、それでなるほどなるほど、要は売らなきゃいけない4年ぐらいで売らなきゃいけないぐらい資金が詰まってるんじゃないのってその時は言われたのね。なるほど。結局売れなかったのよ、あの要は認めてもらえなくて、その当局に、はい、だからもう一旦その白紙に戻って、まあ再上場をする、もともと上場してたんだけどそれを買い取って、はい、あの子会社にしたんで 100% にしたから、うん、上場廃止になって未上場になった、まあ、アーム事業ってから、まあ、アームっていう会社、会社ってことですね、アームという会社の。だから別に 4% 減とか、はい、うん、そんなにそんなのだってアップルだってフェイスブックだって今、うん、ね、テック企業と言われてるのはこの金利が上がってる時にガーッともうこんなそのレイオフなんか欧米は普通だし、うんうんうん、しかもだってそのソフトバンクの316人でもともと固定費が全然349人が316人。絶対数って 25% とか 21% で言うけど。はい。絶対数そんな、そもそも。3万人昔なら。そうですね。あれだけど、そんなになんか大騒ぎする話になる。そうか。でもなんかこう、このニュースを見ると、人員削減しなきゃいけないぐらいちょっとソフトバンク大変なのみたいな感じで受け取った方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですが。人員削減の方よりも、やっぱりみずほ銀行など主要10行からの借り入れを2割以上減ったって、こっちの方でスリム化で取り上げるなら何十兆円の売り上げの会社でですね、まあこの会社の場合どこを売り上げてみるかっていうのは投資では難しいけれども、まあ総資産14兆の会社で人員削減で数百名減ったとか言って、まあそんなものはもうほとんど関係ないですな。まあいらない人間を切ったとはまあ全然でもどうなんですか、まあ、ちょっとこうソフトバンクグループっていう会社がこうもうなんか私なんかが考えるとあまりに大きすぎて一体ここは何をやってて何なんだみたいなところがちょっとありすぎるんですけど、まあ、普通の人にしてみれば携帯会社みたいな。そうなんですよ、はい、多分今日僕らがやってるのは、はい、携帯会社を持っている親会社の話ね。あ、なるほど。でも志村さん、そもそもソフトバンクって、はい、なんでソフトバンクっていうか知ってる？考えたことなかったです。元々の会社は、はい、最初に創業、事業体で創業したのは、あの、パソコンとかに入ってるソフトの卸会社だったのね。うん、まあ、要は、一太郎とかが有名なんだけど、はいはいはい、そういうものを卸してる会社だったの。ソフトを、ソフトを、まあ、銀行としてやるんで、ソフトバンクって。そうなんですね。当時は、だから、その、ソフトを卸す会社ってなくて、それぞれが、その、まあ、要はソフトマップとかそういうところにちょっとずつこうやって置いてあったんだけど、ソフトがないと動かないじゃん。そうですね、はい、まあ、今基本組み返してたけど、当時そんなのあんまりなくて、まだ Windows が出るとかそういうくらいだったから、うん、それをまとめてドンっていうふうに下ろした会社がソフトバンク。へー、あまりよくこうソフトバンクのことを今まで、知らなかった方は、うん、基本的に覚えておけばいいのは、あの、モバイルやっているソフトバンクと、はい、この、その親会社である、あの、これソフトバンクグループね、これは全く別の存在というか、親子関係で、そのソフトバンクグループという投資会社が一つ持って、さっきのアーム事業なんかと一緒ですわ。そのいろんな部門を持っている中の一つの会社が、あのソフトバンク、あのモバイルをやっているソフトバンクと、そういうふうに理解 しておけばいいかなと思いますね。その携帯会社の下に、まあ、Z ホールディングス、いわゆる、まあ、昔のヤフージャパンとか、はい、LINE がくっついた Z ホールディングスがあって、その下に ZOZO があってって、なるほど。もう売られたんで、はい、40% ぐらい持ってる。へ、一応こういうふうな。ソフトバンクグループはもう投資会社、純然たる投資会社。投資会社なんですね。昔から投資会社。ソフトバンクグループは。実態を見れば。実態見ればね。現状ソフトバンクってどんな感じになってるんですか？全然わからない。わかんない。いや、わかんないけどさ、はい、だって今今日日経平均500円ぐらい上がってるでしょ、昨日も600円ぐらい上がったでしょ、その前からもう、まあ、バブルっつったらおかしいけど、 なんでこんなにだ、うん、欧米が買っている、はい、あの投資先がないから、ソフトバンクのこの2週間ぐらいで時価総額多分2割から3割ぐらい上がってるのね。へえ、それだけで、6兆か7兆だとか今もう10兆弱ぐらいになってるの
あ、そうなんですか。今だからもう こっちもよく分かる説明がもう、この会社自体も要はボラティリティってこう上下の幅が大きいって意味だけど、はい、ボラティリティの高い会社だからもう明日これが流れてたら明後日は違う状況かもしれないぐらいいろんなその市場とかで変わるから何とも言えない。へえ、それを今日取り上げようとしてるわけですね。無茶な話。そうか。じゃあソフトバンクにはお金がないのかみたいなのを今日ちょっと最初のところで取り上げようかとしてたんですけど、別にそういうわけでもない。お金がないんじゃなくて、はい、そもそもが投資会社なわけで、うん、そのビジョンファンドにしても、まあ、例えばアラブのね皇太子からねあの何兆円か引っ張ってきたりだとか、こうやってお金を集めてそれを運用してで何十パー1年間に回しますと、うん、でそれを、まあ、出資者に配当しますと、で それでまあ約束してた配当額との差額が自分のところの利益になるだとか、あるいはこうどんどん含み益が膨らんで、例えば元が10兆円だったのが15兆円になったら5兆円の資産が増えてますっていう形を取る会社なわけなんだけれども、今は逆にじゃあ仮に10兆円集めてたとしたら市場環境が悪いから投資先がみんなその時価総額が下がっちゃって今7兆円になってますって言ったら評価額が3兆円マイナスなんで、それが損益で見ると赤字って出てますけれども、あの3兆円が流出してるわけじゃないんですよ。評価が消えちゃったっていう。例えばうーん家誰かがですね自分の資産としてマンション持ってて5000万で買ったマンションが1億2円になって、あ5000万儲かったなと思っても売るまではキャッシュがあるわけではないじゃないですか。逆に5000万で買ったマンションが3000万にあの不動産市況が悪いからって言ってあのなったって2000万円がどっかに消えてなくなったわけじゃなくって、でしかもそこにはちゃんと自分が住んでるマンションはあるわけだから、まああくまで評価額が変わったっていう話ですからね。別にその分のキャッシュがフローアウトしてるわけではない。まあもちろん厳密に言えば多分あのもう固定で約束している配当とかあるから、その配当分については確か私の記憶ではその例えばアラブの皇太子には確か年利 7% を約束してたような話を読んだような気がするんで、だからその分のまあ何兆円出してもらってるかもちょっと記憶はないけど、まあ兆円単位で出してもらってるはずなんだけども、それにかけると 0.07、 要するに 7% 分はまあキャッシュはフローアウトはしてるでしょうね。あの評価ゾーンは出てるのに配当はしなきゃいけないわけだという話ですね。別に何兆円の赤字出したかってそれはあくまで PL 上の話で、キャッシュフロー上でキャッシュがフローアウトしてるってわけではないっていう、ね、それでその評価額下がっちゃうっていうことに関しては不利益みたいなのはやっぱりある。それはだからそれこそだから借り入れをする金利が上がったり、なので、まあ、借り入れはとりあえず今は返しましょう、なるほど、でも新たな借り入れができないとかになるから結局決算上の数字でやっぱりその銀行は見るので、で決算のルールがあるから何パー下がったらこうそれを載せなきゃいけないですよ。でもその前の前の期には逆に含み益でドンって黒字出したりして、それも別にキャッシュインしてるわけじゃなくて実現益じゃないから、はい、その分が減ってるだけだから、なんていうのかな、この間だから楽天やったみたいに設備投資してるわけでもないので、キャッシュアウトするだけの、ものがないじゃない。何かに投資をしてる、それが倒産したらダメよ、はい、それはもうゼロになる、あの完全になくなっちゃうって話だけど、うんうん、そういうのじゃないかな、まあ、そうだから目先ね楽天と違って本当にキャッシュがフローアウトしてるわけではないんだけれども、はい、出資者たちにどういう約束をしてるかわからない、元本を保証してるのかどうかわからないけれども、投資がマイナスになっちゃったらそれはしょうがないですよ。当然投資リスクですから、あのこうファンドにお金出してる人たちもそれはもう諦めてくださいっていう話になってるのか、それともイケイケどんどんだったから元本も保証しますと、固定で 7% も保証しますという約束になってるかどっちか分かりませんけど、まあ しんどいのは苦しいのは間違いないですけれども、今日明日どうこうっていう話ではないですよね。出資者たちがみんな解約する返せって言ったらどうなるかっていう話なんで、例えばソフトバンクの携帯会社は、まあ、毎年1兆円の黒字を、まあ、1兆円っていうか営業利益大体1兆円ぐらいで、まあ、8000億ぐらいの黒字を出している、まあ、配当額も配当利回りで 4% とか 5% ぐらいだから、まあ、それは 40% を持っているソフトバンクグループとしては時価評価としてその 40% を連結子会社して持ってるっていうのが総資産の中には入るわけじゃん。7兆円の時価総額があるわけだから、そうすると2兆8000億円分の株式、上場株式をまず持っているって、はい、そのソフトバンクはね、うんうん、だからお金がない、じゃあそれを売ったらどうなるかって考えれば、解散価値はいくらかなっ
っていうのが計算できるし、配当金も相当高いから、ただやっぱり上場しなきゃ、あの当時はいけなくて、はい、キャッシュインしなきゃいけなかった状態では多分あったんだよ、卵だし、別に上場しなくてもよかったこのソフトバンクっていう、その携帯事業を別にして、60% 分のキャッシュインをしたかった、ね、そのグループとしては、としてはあとはね、やっぱりその自分の、まあ、ファイナンスも含めて自分の金でやっていた時はいいけど、人の金入ってくると結構それをだから大変なんですよ、だから利回り、な、特にそれこそ村上ファンの村上さんもそうだったけど、2割の配当を約束してたから、どんなになっても2割は上げなきゃいけないわけ、だからもう彼はもう全部もう今自前でしかやってなくて、まあ、そこまで儲けたのすげえなと思ってね。でなので、こういろんなところが入ってくるにはその約束もしなきゃいけないから、 そうすると多少の無理もしなきゃいけないから、これはね、難しい。だからまあそういうこともあって、よくもういつもいつも MBA をささやかれるわけ。 さっき言ったみたいに 0.8 ブロック倍ぐらいかスタンドが上回ってるわけだから、経営者が、MBA をして、もう上場配信するっていう手もあるよなっていうのをずっとささやかれてる。まあ、これだって別にファンドは人の金なんだけど、まあ、上場してるよりはもう自由度もあるよね。なるほど。でだってこんなボラティティの高い上場会社なんかないもん。だからそれをだって確約して四半期に一回ね、赤字なんだからっていうふうに言われるよりも自分の自由度があってした方がいいって。でしかも自社株買いすごいしてるから、孫さんの持ち株比率が 33. 今いくつかまで上がったんだよ、もう一回。そうすると拒否権まで持てるし、買い集めてるサインじゃないかとかっていうのも言われてはいるので、わからないですよ。MB をするんじゃないかっていう話ね、ずっと出てるわけです。だって PBR 割ってるんだったら一応できなくはないんでね、ファイナンスして6兆円とか7兆円で全部借りて買うんだよ。まあでもあの人はもうなんかこう、だから、まあ、いつもいつもなんかその危機だ危機だみたいに言われて、だからなんでしょ、もう前から、全然そのそんな範疇じゃないから、危機しかない全然平気の平気です。ちなみに、ね、評価額が下がっただけなのに赤字になるんですか。だってそれ損益計算書で、単年度損益が、あのどこの国でも、あの 毎年必ず決算で1回締めると、帳簿は締めるっていうのが会計の原則ですから、だから例えばさっき言ったように10兆円のものが今8兆円だったら、今年は2兆円の赤字って計上するけど、来年10兆円に戻ったら来年はプラス2兆円で、結果元の10兆円に戻りましたってことになるし、その次の年に2兆円出ればトータルでは12兆円 BS では12兆円だけれども、損失 PL ではプラス2兆円の黒字っていうことになるわけです。皆さんいかがでしたか。今回の動画でソフトバンクグループの経営状況や投資戦略の変化について、今後とも市場環境や自社ファイナンスとのバランス、投資リスクなどの総合的な評価が必要だと分かった方は高評価を、ソフトバンクのビジネスモデルと投資戦略の考えに関する今回の対談で市場環境や経済の複雑さについて少し理解が深まったと思った方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。今回の動画ではソフトバンクグループの最近の動向について解説しています。ソフトバンクグループがスリム化し、人員削減や銀行借り入れの縮小を行っていることが述べられています。具体的にはビジョンファンド事業に関わる人員数の減少やアーム事業の縮小が言及されています。さらに前期の決算においてビジョンファンド事業の巨額の損失が示され、赤字となったことが強調されています。またアーム事業の売却に関する経緯やソフトバンクグループの時価総額の上昇についても言及されています。その一方で投資先の時価総額が減ったことによる損失や借り入れの増加によるリスクについても懸念が表明されています。動画全体からはソフトバンクグループの経営状況や投資先の変化について詳しい解説が行われています。まず携帯事業が毎年約1兆円の黒字を営業利益として計上していることが強調され、その中でも配当額や利回りについての情報が提供されています。さらにソフトバンクグループの時価評価に基づく投資戦略や株式上場の意義が説明され、その背景には自社ファイナンスとのバランスやリスク管理の必要性が示唆されています。一方で投資のリスクや市場の動向に関する議論もあります。例えば上場しなければならない状況やキャッシュインの意義、また自社株買いによる株価の影響などが述べられています。さらに孫正義氏の投資戦略や市場における影響力についても言及され、彼の行動が企業や市場に与える影響が考察されています。最後に会計の原則や財務諸表の説明があり、収益と損益の関係性や会計の重要性が強調されています。
総じてこの動画はソフトバンクのビジネスモデルと投資策に関する洞察を提供し、市場環境や経済の複雑さについて深く考察する材料を提供しています。最後までご覧になってくださりありがとうございます。ではまた次の動画でお会いしましょう。